ジオ局。それでは早速本日のゲストさんをご紹介しましょう。この方です。はい、こんにちは。はい、今日は気合を入れて舞台のスタッフティーを着てきました。はい、そういうデザインなんですね。はい、ベリビエール役を舞台版でやらせていただきました、佐野弘樹です。よろしくお願いします。お願いします。ランスロット役をやらせていただきました、小野健人です。お願いします。よろしくお願いいたします。ひどいんですよ、一人で来てきて。あ、そういうのを言ってくれたらいいのに。なるほど。なんか結構その舞台のね、あのキャストさんたちみんな仲いいって話を聞いたんですけど。仲いいですか。仲いいですか。大丈夫。うん、大好きです。よかった。よかった、よかった。そんな舞台版のゲストさんに来ていただいて、はい、いっぱいお話も聞いていきたいんですけど、その前に今日は何の日だみんな。今日は高橋りえさんのお誕生日です。ここです。ここにあるの。ゲストさん、ちょっと、ハッピーなバースデー。ゲストさんの時間がなくなっちゃう。すげー。すげー。マシー。かわいい。ありがとうございます。マシのケーキがやってきました。そしてポンポンさんもいます。うわー、これ見えるかな。そっちの画面、あ、こっちの、ちょっと画面、ごめんなさい。ゲストさんの前に侵食しちゃって。こんな感じでケーキをしてもらいました。マシとフォーさんがあのなんか二等身みたいな感じでめっちゃ可愛いですね。いや、なんかプチュッとした感じでめっちゃ可愛い。ありがとうございます。あれじゃあリオさんのこうイラストをちょっとケーキにしてくださいって。リオマシュですね。へえ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ私からちょっと本当にゲストさんいるところで本当になんかプレゼントがあのこれあの地元のやつなんです。地元のやつ。地元のやつ。今開けていいやつ。あ、どうぞ。え、いいですか。顔を洗うやつです。顔洗うやつ。あのもしよかったら使ってください。これあれめっちゃ柔らかい石鹸。あ、そうです。うわー、ありがとう。あのこんにゃくシャボン。そうです、そうです。めちゃめちゃ最近話題のやつです。へえ、勝負の香りなのこれは。地元のマクラのやつなので。美容パックとシャボンの。ありがとう。女子力、女子ラジオありがとうございます。いや本当に、あ、嬉しいな。私ちょっと前にみなみちゃんのお誕生日があったんですけど、その時にね、あの課金できるリンゴカードあげたんですよ。このさみたいな。いいです、いいです。大丈夫、ありがとうね。本当にありがとうございます。どうですか、おいくつに。24歳に。実はちょっと今日ゲストさんが結構若い、あの若いっての聞いて、私まだ全然若いつもりだったけど、意外と一番今日お姉さんだったりする。お姉さん。僕28です。あ、お兄さん。ちょっと落ち着きながら喋ります。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。すいません、こんなにたくさんの方に祝ってもらえるなんて。よかったです。驚きです。ありがとうございます。じゃあこのケーキ危ないので。はい、ちょっとね。でもさ私の誕生日を祝ってもらったところであれなんですけどね、言いたいことあるじゃないですか、佐野さん。あの僕も、はい、おととい2月25に、うん、21になりまして。めでたいじゃないですか。あの、めでたいじゃないですか。めでたいですよ、すごく。あのね、FGO ザステージの皆様から誰からも連絡が来ない。あれ、これどういうことだ。これどういうことだ、みんな。ね、仲いいとか。あの、そうです、多分仲良すぎて、あの気持ちは言ってるんでしょうね、多分。気持ちだけはすごい言ってました。届きましたでしょ。届かなかった。届かなかったの。ちゃんと届けて。じゃあせっかくなんで、あの言ってあげてください。誕生日おめでとう。ありがとう。これで満足ですか。これ満足です。よかった。十分です。代表してね。十分です。ありがとうございます。よかったです。仲いいな。すいません、はい、本当にありがとうございます。お祝ってもらってありがとうございます。はい、じゃあ改めて、はい。